このこちらの水槽に入っている魚、スケルトン的なスケスケな魚、グラスキャット、こちらの模様をお送りしたいと思います。透けているね、透けているのでね、あの餌を食べたら餌が見えるのかってよく言われるんですけど、それをちょっと今回は検証というほどではないですけどしてみましょう。餌をあげてみましょう。餌をあげて餌がどこに、まあご存知の方はつまんない動画になりますが、おい俺のことも紹介しろよ、たまにはおいっていう感じで、いざ餌投入です。同居人のカージナルテトラと、あ、カージナルテトラ来ました。カージナルテトラがまず真っ先に食べに行きます。これでかい餌、おっとして、チェッカーボードシクリットがやってまいりました。ちょっと、遠慮気味ですけど、そして主役のグラスキャットがやって食べております。餌はグラスキャット用にちょっとデカめのやったんで、カージナルは本来は口に頬張るのがやっとぐらいなんですけども、あいつはすごいですね。食欲旺盛で怖いもの知らずというか、もでカージナルがもう下の方で今口を頬張って、こう、ああ頬張ってます、頬張ってます、ああやって頬張ってる間に、グラスキャット君が餌を食べて、さて一体どうなりましたかというと、はい、食べた後、ん？見えません。はい、でこれ食べる前はこんな感じで、食べた後がこちらです。パッと見変わらないですね。もちろん見えるわけないんですけど、見えるわけっていうか、あの骨のところには内臓がないので餌は見えません。内臓はあのエラのところにちょっと黒くなってるとこ、あそこが、あそこに溜まってるんで、あそこが膨れてます。ただそれだけなので面白くはないです。餌を飲み込む姿、餌が胃の方にこう行く姿、そういうのが見れると面白かったんですけど、現実は変わらないということでした。ということで今回はこんな動画でした。ご視聴ありがとうございました。アクアソリティでした。